はい、です。こんにちは。どうもどうも。今ディズニーシーに来てますよ。こちらファンタジアグッズが出ましたね。なんかね、ファンタスミックっぽいですよね。ファンタスミックデザインとも言えます。ディズニーシーになってますね。はい、こちらちょっと紹介したいと思います。これショルダーバッグめっちゃ良くないですか。可愛いんですよデザイン。焦ってるちょっと。はい、これ中もいいですよね。スマホが入りそう。コーンポケットになってますね。コーンポケットですね。あと長さも調整できます。これはいいな。これ表ですね、デザイン。裏見てみようか。裏無地ですね。あとこの謎の丸キャップ。これなんかレンズキャップとか入りそうですね。これはいいな。3600円ですね。ユニセックスで男女使えそうですね。3600円ね。はい、ショルダー。これね、なんかほうきのチャームもついてますね。かわいいですね。はい、こちらポーチですね。ポーチ2900円。すげえ、ほうきのチャームがついてる。かわいい。2900円ね。はい、ポーチ、裏はですね、こちらシネラ城入ってますね。トートですね。トートでっかい。あと、耐水仕様っぽいね。なんか水弾く系でいいですね。コットンとかじゃないからいいですね。はい、あとこのほうきのチャームついてますね。4600円。中見てみようか。中見ます。お、なんか総柄だ。これマグネットのパッチンですね。うお、総柄だ。上ファスナーではないですね。内側にポケットあります。これね、外にポケットないですね。だからペットボトルとか刺すポケットないね。これ外にポケットあったらもっとよかったんだけどね。トートってやっぱ外ポケット欲しいですよね。こちらね、思ってるよりもうんと大きいですね。なのでご注意ください。柄がいいね。やっぱ本当これファンタスミックですよね。はい、裏はシンプルにお城があるだけですね。はい、めっちゃシンプルです。4600円ね。パスケースですね。ブックタイプです。2400円。ブックタイプ久しぶりに出ましたね。七夕とかあとファッショナルビースターでもありましたよね、ブックタイプ。本当これガチンコの本ですね。すごいな。中見てみようか。ちょっと待ってね。すごい、中もファンタジア仕様だ。ポケット4つついてます。いちいちかわいい、いちいちかわいい、すげえ。いいね、これ。ちょっとこれ、ファンタジアとかね、ファンタスミック好きにはたまらんな。はい、こちら2100円ね。はい、こちらアルファ総柄ですね。裏もこういう柄ですね。で、レイヨンなんで、ちょっとサラサラ系です。襟は解禁のオープンタイプですね。はい、こちら S、M、L、全部3900円です。こちらカチューシャですね。このソーサラハットとミッキーの耳が、はい、セットになってくっついてるカチューシャ、1900円ですね。なんかこれいいね。なんかファンタズミックっぽくていい。1900円ね。ありそうでなかったですよね。1900円ね。はい、カチューシャ、ぬいぐるみタイプもありますね。すごいかわいい。ミッキーがね、ちょこーんとね、顔出し、こんにちはしてるんですよ。見て、お尻もかわいいですよね。すごい。これは1800円ですね。悩ましいよね。ソーサラハットもいいし、ミッキーもいいしね。悩んでますね。キャップですね。帽子です。真ん中にソーサラハットが入ってて、横に刺繍のミッキーが入ってます。かわいい。はい、横、サイドこれですね。左がこうですね。右がこうですね。はい、後ろもこんな感じ。調整可能です。はい、こちら2900円ね。巾着ですね。巾着水色なんだね。この濃い紺じゃなくて水色なんだ、あえて。これ表ですね。はい、これ裏です。あとこれチャームがついてますね。チャームがこれほうきじゃなくてお城なんですよね。はい、ここはなぜか巾着だけはこれチャームがほうきじゃないんだね。こちら95チェーンですね。ちょっとお高い。はい、ボクサーパンツですね。 M と L があります。それぞれ1900円です。はい、ボールペンですね。ボールペン黒、赤、青の3色ボールペンです。フレクションですね。なんで擦ると消えるやつだ。フレクションですね。はい、こちら 0.5 ミリで2100円です。はい、ノートですね。これはね、大きさはなんだろうな、英語かな、教科書よりちょっとちっちゃいぐらいですね。はい、こちら1500円です。こちらポストカードとグリーティングカードのセットですね。はい、こちら800円ですね。すごい、グリーティングカードの組み立て方だって。なんか作ってこうやって運んできるんだ。なんだこれ。はい、800円です。